セラトファイロムサブマースサムは、松も木松モ科に属する、水草の一種であり、セイロン松もやペルー松モと呼ばれることがある。ただし C サブマースサムは、セイロン等や南米には生育していない。アクアリウムでの干渉用に栽培されることがある。根をかく、沈水性の浮遊植物である。特殊化した枝によって水底に固着していることもある。節には、葉が隣成する。 葉は明緑色、2、4センチメートル、普通3、4回に差分岐し、柔軟で水から出すと崩れやすく、巨子は目立たない。洋画の、第1節、第2節の葉は分岐しない。1A 前径1ビット、葉は3、4回に差分岐している花柄1、ミリメートル以下。尾花は、直径2ミリメートル、約は0.6、0.8X、mm、0.4、0.7ミリメートル。 メバナの包容は1 8 2 x 0 1 0 3ト、mm、ル。果実は、痩せか、長さは4 5ト、mm、ル以上、縦、横は1.6以上。痩せかのトゲが未発達であり、下中由来のトゲも、普通にミリメートル以下。ヨーロッパ、西アジアの一部、アフリカ北部から中部などの旧世界西部に広く、分布する。アクアリウムでは、 セラトファイロムサブマースサムとされる植物が干渉用に栽培されることがある。弱酸性から弱アルカリ性の水質まで適応し、育成は容易とされる。松モ属の種は互いに類似し、かつ環境条件による形態変異が大きいため種の認識が難しく、様々な分類体系が提唱されている。ウィルマットディアーは松モ属を セラトファイロムサブマースサムとマツモに大きく2分することを提唱した。一方、レはウィルマット・ディアーがまとめた C サブマースサムを4種に分けることを提唱した。ソロンタイ・エトールによる分子系統学的研究からは後者がおおよそ指示されている。このような変遷があったため C サブマースサムの範囲は文献によって異なることがある。ありがとうございます。